はい、マスト TV です。今はですね、2022年、10月28日23時59分です。あと数十秒でマスオの32歳が終わってしまいます。あと5、4、3、2、1、ほい、おー、33歳。もうちょっと本当は早く動画を撮り始めて、いろいろ語ってから33歳になろうと思ったんだけど、33歳になっちゃった。あっという間になっちゃった。この動画スタートして、あら、10月29日マスオ33歳の誕生日でございます。みんなありがとう、みんなありがとう。いやー、ちょっとね、32歳はですね、結婚だったりね、子供ができたりとか、いっぱいこうね、イベントがあったんですよ。本当に、いや、すごい32歳だったよな。いや、32歳のうちにこれ喋りたかったけど、33歳になっちゃった。はい、ということで翌日になりました。33歳のマスオです。おはようございます。で、まあ、33歳の誕生日だからって言って特にね、こう変わった一日を正直過ごすわけではないんです。夜はね、まあ、ご飯食べ行こうかなっていうのは話してるんですけど、で、何をね今からするのかというと、あの視聴者さんからですね、ビデオレターをいただきました。いや、これね、毎年こうね、視聴者さんが送ってくださってて、本当にねありがたいなってマジで思ってるんですけど、それをね今から見ていきたいと思います。正直今年は多分ないんじゃないかなと思ってました。まあ僕のさ、環境もいろいろ変わったじゃないですか。やっぱりね、結婚だったり子供ができたでね、今まで視聴してた方がね視聴しなくなったりっていうこともね、当然ねある可能性はありますし、あとそのいつもね、その動画を作ってくださる方がね、すごくね今お忙しそうだったから、あの無理しなくても大丈夫ですよって思ってたんですけど、その忙しい中でもこうやってねビデオレターを作ってくださったということで、早速見ていきたいと思います。では見ていきましょう。スタート。お、マスオバースデー、33 years old, memories of 32. Marriage, 結婚、そして赤ちゃん、うわ、かっこいい、そしてワンちゃん、マスオです。10周年も確かにありましたね、今年。いや、かっこよすぎるんですけど、動画が。僕のオープニングにしたいぐらいのこのかっこよさ。そして視聴者より愛を込めて、いやー、ありがとうございます。これさ、視聴者さん同士でつながってる方々でこうね、こういうメッセージをこう、けいこさんありがとうございます、あの集めて送ってくださってます。ありがとうございます。ゴンちゃんさんもありがとう、そしてひかまーさんもありがとうね。素敵な一年になるといいな。パパになってからより忙しい毎日だと思いますが、ってことでパンちゃんさんありがとう。32歳は大きな変化の年でしたね。いや、もう変化がすごかったですね。僕も正直追いついてないかもしれない、その変化に。レモンさんもありがとう、ハルさんもありがとうございます。その変化にね、ね、変化してもこうね、視聴者さんがこうやってねお祝いしてくれ、あー、ゆうちゃんさんありがとう、グッズも、ひさぽんさんもありがとうございます。変化してもこうやってさ、メッセージをいただけるなんてもうすごい幸せものですよね。めぐみさんもありがとうございます。33歳でチャレンジしたいことは、33歳はね、チャレンジ、引っ越しとかかな。あいこさんありがとう、お引っ越しと、あとはもう少し、エデルワイスさんもありがとうございます。自由にこう何でもこう挑戦したいな。泉さんもありがとう、アイアイさんもありがとうございます。何かな、なんか今正直さ、お刺身さんもありがとう。もうさ、33歳で大切にしたいことは、これはですね、もちろんね、家族をね大切にね過ごしていきたいなと思います。小花さんありがとう、
いやー、大切にしたいことを、でもね、視聴者さんの皆さんもサラサラさんありがとう。もう大切にしたいと思います。しーちゃんさんもありがとう。やっぱりね、今の僕があるのってね、たまちゃんぼっちゃんさんもありがとう。まあ、視聴者のね、皆さんのおかげじゃないですか。だからね、皆さんが、たらこ唇さんもありがとう。楽しんでいただけるような動画をね、作りたい。たくさんのハッピーなご報告、嬉しい一年でした。いや、そう言っていただけると本当にね、ありがたい。あー、トラコさんもありがとうございます。マイクラかわいい。マスオさんに会えるイベントできたらいいですね。ニーノさんもありがとう。あ、イベントやりたいですね。プチチョコさんもありがとう。本当に何人がこう来てくださるかわかんないけど、土の子さんもありがとう。イベント開催したいな。33歳は。あ、うわ、イラスト。明太子マンさん、ありがとう。かわいい。メインもゲームもマスオさんのペース守ってありがとうございます。もうね、白玉さん、ありがとうだけど、もうちょっとこれ、この画像恥ずかしいな。あ、ジェリーさんもありがとうございます。わー、ちびおとうーちゃんもいてかわいい。いや、10周年の節目もって、いろいろ悩むこともあるかと思いますが、ってことで、あれ、今ちょっと、ピックが、りょうさんありがとう。あ、こんちゃさんありがとうございます。そしてね、この動画を作ってくださったね、こんちゃさん本当にありがとうございます。33歳が素敵な一年になりますように、動画配信楽しみにしています。うわー、素敵な動画ありがとうございます。本当に。いやー、嬉しいですね。マジで。いやー、さあ、変わったじゃないですか。やっぱり家族できてさ、僕自身も僕のコンテンツも、今までだったらさ、こう、なんか結婚できない男がとか言ってたのがさ、ちょっとね、こう、リア充的な動画を出すようにさ、なったりしてさ、やっぱそういうのを、こう、受け入れてくださる視聴者さんもいれば、やっぱそういうのあんまり面白くないなってさ、見てくださる、あ、見る方ももちろんいるのをさ、理解してるしさ、まあ、それでもね、自分のやりたいことだったりさ、動画をこう形に残して皆さんにね、公開していくのが、まあ、YouTuber だと思うから、やっていっていますけど、やっぱりね、こう、葛藤だったりとか、これでいいのかなとか、いや、今後どうしていったらいいのかなとかね、結構ね、やっぱりね、その、ハッピーなことはたくさんありました。ただ、ハッピーなことと同時に、結構悩ましい一年でも正直あったので、まあ、それでもね、こうやってこう、ね、皆さんにこうお祝いしていただけるっていうのは本当に幸せだなって本当に思います。皆さん本当にありがとうございました。いやーね、だからこそね、33歳のマスオもね、こうやって応援してくださる方々がね、楽しんでもくれるようなこう動画を投稿しなきゃなと思いますね。いやー、ちょっと嬉しいな、本当に。なんか毎年ね、もう本当にこういう素敵な動画をさ、いただいてたからさ、本当に毎年嬉しかったですけど、なぜか今年がなんか一番嬉しいかもしれない。いや、毎年嬉しいんだよ。そのね、こんちゃさんがね、こう作ってくださって、で、いろんなね、方々がね、こうやってメッセージをくださって、メッセージね、本当に動画ね、いつもすっごい嬉しいけど、なんかいろいろあった分、今年嬉しいですわ。ジーン、もうね、ちょっとね、涙腺がブワーとか崩壊とかはね、僕なかなかしないタイプなんで、そのね、涙ブワーとかじゃないですけど、もうジーンとジュワーってきました。いや、本当にありがとうございました。ちょっとね、誕生日でね、こうハッピーな感じのみっていうよりかは、こうちょっとじわっときてしまいましたね。すいません。はい、ということで、皆さん、33歳のマスオもですね、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっとこれからどういう動画を上げていこうとか、どういう1年にしたいとか、パキッとまだ決まんないっすね。自分だけの自分の時間じゃなくなったってのがやっぱ大きいかな。難しいですね、いろいろね。はい、ということでね、まあでも家族、そして視聴者の皆さんがみんなね、こう笑顔でハッピーでいられるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、
何回も同じこと言っちゃってるから。はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。本当に皆さんありがとう。以上、マスオ TV でした。33歳、いい一日にしたいと思います。誕生日バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。